キング開催800円スーパーチャット出せます、ドーハの悲劇のメンバーだった森保監督が28年後監督としてドイツを倒してドーハの楽器を持つよ、もうやめないもうあんま泣かすこと言うなよ、まだ1試合目なんだよ。ハンジフリックよりいい監督いる？もう森保しかいないでしょ。今森保サウスゲートの2トップだよ。マジでほら、まあ、言ったね、そうやね、マジでワールドカップはモチベーターが最強大会だから、戦術化じゃねえから、いかにモチベートできるかどうかだから。だから今ティアワンはサウスゲートと森保だよ。そういう世界なんだよ、そういうことなんだよ。ただデシャンだな、デシャンと入れて3トップだな。ポイチ神采配ありがとう。いやマジで神がったもんな後半。ポイチ神采配ですね。生まれ変わってたよ本当に。3バック完全でね試してね、いやーあれはマジで、うん、本当に勝負に出た、うんうん、いい采配だったんじゃないかな。そうだね、母さんめっちゃ嬉しいけど右サイド、いやまだ修正しますよ、まだ課題はある、修正の森保です。課題はある、修正。4年間ポイチ戦術隠してたんでノーアルタが詰め隠すんですよ。ノーアルタが4年詰め隠すからそうですよ。かつてドーハの悲劇を経験した森保さんが監督になって日本を勝利に導いたのかっこよすぎる。名将じゃなくて名将だったか。いや本当ですよ、すげえよな、自分の因縁に蹴りをつけましたね。蹴りをつけてな、ほんまにかっけえわ、すげえわ。